すごい。さあ基地へ向かうぞ。はい、僕ウルトラマントリガー。天狗くん、君の正体は秘密だ。どんな危険があるかわからないからな。そうですね、以後気をつけます。中を撃破した後その姿を消し、現在も行方は不明のままとなっています。地球平和同盟 TPU は巨人の動向について慎重に探っていく方針を示しています。いつかこんな日が来ることは分かっていたわ。え母親の勘ってやつよ。私は健吾の出した答えを応援する。あなたの夢見る未来、私も見てみたいから。これはあなたの持って生まれた運命。行きなさい、地球へ。ほらスマイル、スマイルでしょ。母さんありがとう。かつてティガになった君たちへ光の力を継ぎ、今新たな物語が始まる。 SH フィギュアーツウルトラマントリガー。かつてティガになった君たちへ。ティガー、さあその手に光を。真骨頂製法ウルトラマンティガ。ウルトラヒーローズエキスポ2021ニューイヤーフェスティバル in 東京ドームシティバトルステージが DVD 化。地球に帰ってきたハルキとウルトラマン Z の新たな物語が始まる。みんなの応援で奇跡を起こせ。大迫力のステージをお家で何度も楽しもう。アフタートークも収録。ウルトラヒーローズエキスポ2021バトルステージ DVD 9月8日発売。いち早くゲットしよう。ウルトラヒーローズエキスポ2021サマーフェスティバル、略してウルサマ。ヒーローが夏を連れてくる。ウルトラマン55周年を記念したジオラマ、ヒーローとの撮影会、超迫力のバトルステージ、新ヒーローウルトラマントリガーが毎日やってくる。ウルサマは完全入れ替え制で開催。チケット先行受付中。つぶらやイマジネーション有料会員は500円引き。詳しくはウルトラサブスクで検索。うわすごっ。これが TPU と静松財団が協力して開発した
対怪獣用戦闘艇ナースデス星号だ。任務中は君もここで暮らすことになるぞ。ここでですか？あ、待ってください。真中健吾です。よろしくお願いします。カンタ、俺はナースデス星号のパイロット佐久間鉄心だ。お前火星で会長を助けたそうじゃねえか。ガッツセレクトは血気あふれる若者をいつでも歓迎するぞ。暑苦しい。彼女はガッツファルコンの遠隔操縦を担当する七瀬ひまりだ。怒らせたら怖いぞ。一言多い。どうも。鉄心さん、ひまりさん、よろしくお願いします。おう。かわいい。かわいいだって？ふざけんな。俺様は勇者正しいメトロン星人のマルールってんだ。許しくな。声もかわいい。あ、性格がね。お前が言うな、うん、私が隊長の辰巳聖也だ。これからはガッツセレクトの一員として隊の規則に従ってもらう。みんな。はい。いや、ラジャ手のひらを内側へ、うん、尻に力を入れる。腹もそのうち慣れる。それから彼は聖人明人、ガッツセレクトの技術開発担当でこのナースデス星号の設計者だ。え、君すごいんだね。でもちょっと顔怖いよ。スマイルスマイル。うざい。おい明人、そんな言い方はないだろう。スポーツで大切なのはチームワークと筋トレだ。スポーツじゃないし。遅くなりました。帰り際先生に用事つけられちゃって、急いで着替えてくるから。って、あれ、君がお父様の言ってた新人くん。君は、うん、視線が痛いんですけど。あなたは光である。やっぱり君は夢の中のナンパか。え、ナンパか。ユナに近づくな。いじり隊員、作業が残っているので失礼します。大丈夫か。すいません。ユナは私の娘でね、君とは初対面だ。え、うん、髪の色も違うし。ごめん、人違いだったみたい。本当ごめん。いいよ、許してあげる。私は静間ユナ、よろしくね。僕は真中健吾、よろしく。なんであいつなんだ。ぬるいえ。僕頑張るよ。スマイルスマイル。お、やってるじゃねえか新人。ありがとうございます。鉄心さん、ん、僕みんなを笑顔にしたくてガッツセレクトに入ったんです。でもアキトが。心配するな。いいか、はい、世の中の全ての悩みはな、筋トレすれば解決するんだよ。あ、こっちだった。いつまで寝てるんだよ。3000万年経っちまったよ。おお、カルミラか。ダーゴン、聞きな。トリガーを見つけたよ。なんと、我が好敵士と再び戦えるということか。ウルトラマンフュージョンファイト、
ビヨンドジェネレーションズ。カードをセレクト、君のガッツを見せてくれ。ウルトラマントリガー、蘇った闇の力に立ち向かえ。新時代の戦いが今始まる。ティガ25周年特別なカードを集めよう。ウルトラマンフュージョンファイト、シークレットカードも見逃すな。闇の巨人出現、ガッツファルコン出動、そしてトリガー登場。君だけの夢のバトルを作り出せ。ウルトラソフビシリーズグリッターティガ登場。ティガの伝説が今再び。ハイパーガンモードで銃撃、ガッツハイパーキーを起動せよ。モーフィータイム銃にセット。ゼペリアスパークレンスモードで変身だ。オーケーマン・トリガーモーフィータイム。さらにキーを変えてタイプチェンジ。ウルトラマントリガーパワータイム。ウルトラマントリガーデラックス最強なりきりセット。物資の搬入は終了。エネルギーの充填が完了すれば帝国通り、明日の日の出とともにナースデッセイは出動します。おっと、怪獣様マッチャクレネみてだぜ。から来て地球に住み着いた外来種ってやつだ。角から開口線、触手から電撃攻撃、パワーも桁違いの厄介な相手だぜ。6年前から怪獣の出現頻度が上がっている。やはり超古代の遺跡と関係が。ナナス隊員、ガッツファルコは出せるか。もちろん。返事はラジャだろ。シズマ隊員とヒジリ隊員は町で避難誘導。ラジャ。マナカ隊員、できるか。ラジャ。さてファルコンちゃん、ウィジド派手にいくよ。Trigger Multi Type Boot Up Zeperia。 未来を築く希望の光、ウルトラマントリガー。ウルトラマン Trigger Multi Type。したという光の巨人。トリガー、みんな、あの光の巨人の名前が分かるのか。
トリガーって私も何か言った？いや別に。久しぶりだな、我が好敵士トリガー。なんだこれ。あれは石板に描かれていた闇の巨人、二体目か。何か喋ってるぞ。おいマルル、なんて言ってる。あれは超古代の言語で。おへえ、わかる。我ら三千万年の時を経て再び相まみえた。いざ尋常に勝負。君はつぶらやイマジネーションを知っているかな。来たぞ我らのウルトラサブスク。ヒーローや怪獣にもっと会える。ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品に加え、続々登場するオリジナル新作がウルトラ見放題。さらに限定アイテムやオンラインイベントなど、かつてないエンターテインメント体験をお届けします。つぶらやイマジネーション、ウルトラサブスクで検索。つぶらやイマジネーションで待ってるぞ。今明かされるウルトラマン Z の物語。宇宙警備隊員としての初任務、ジードとの出会い、大切な仲間たちとの絆、力を合わせて悪の陰謀に立ち向かえ。ハルキとリクの活躍も必見だ。ウルトラヒーローズエキスポザライブウルトラマン Z DVD 9月8日発売。8月11日より先行販売。闇の巨人出現、ガッチファルコン出動、そしてトリガー登場。君だけの夢のバトルを作り出せ。ウルトラソフビシリーズ最速ゲット。なんだあの無様な戦いは。戦いって何のこと。変形するのはお前のガッツパークレンスだけだ。どうしてそれを。俺が作ったからだよ。遺跡からこれが。アキト、その神器を解析して君の手で再現してほしい。いつか光を受け継ぐ者が現れた時のために。これは俺がユナを守るために作ったんだ。俺がこの手で光の巨人に。
お前じゃない。アキト、ごめん。でも僕は世界中のみんなを笑顔にしたい。ユナもアキトも。うざい。それが僕の夢見る未来なんだ。俺じゃなかった。アキト、ペンゴ君をサポートしてあげてくれないか。彼は光を受け継ぎ、みんなを笑顔にするために戦う決意をした。彼がペンゴ君が夢見た未来を。アキト、お前も見たくないか。全てを破壊し尽くして、我が好敵士を引きずり出す。ナラス隊員、ガッツファルコンは無理です。エネルギーがありません。おい、あきた、パワーにはパワーで対抗しろ。ありがとう。うざい。来たか、ウルトラマントリガー、マルチタイム。私は我が好敵手。ここからは第2ラウンドだ。ウルトラマントリガー、パワータイム、ブートアップ、エルシア。勝利をつかむ強力の光、ウルトラマントリガー。ウルトラマントリガー、パワータイム。色が変わった。闇の巨人と戦う、あれは一体。彼は笑顔の未来を築く超古代の戦士、光の巨人、ウルトラマントリガー。
そうか、これだ。パワークロが僕だって黙っててくれてありがとう。うざい。光圀さんとの約束だ。お前のためじゃない。ナースデス号発進！発進！トレジャーハンターイグニスがユナを狙ってやってきた。ユナを狙う理由は一体？そして現れる画像と。こうなったら高速の動きで全部まとめて解決してやるぞ。次回ウルトラマントリガー、超古代の光と闇、スマイルスマイル。